日本中を熱狂の渦に巻き込んだ WBC、 皆さんはご覧になりましたか？今回は WBC の話題を中心に今大注目の野球について元メジャーリーガーの川崎宗則さんと熱く語り合っちゃいます。どうでしょう川崎さん、今回も WBC 日本代表が優勝したその要因。栗山監督がもう何よりも一番良かったのは連れてきたことです。ここに尽きるんですよ。サッカー界では生まれんのかな、うん、なんかもうずるいよ。いやすごいずるいよ。世界的な取り組みの SDGs、 内田篤人が話題のゲストと一緒に地球の未来を考える SDGs バラエティ、内田篤人の SDGs スクール。この番組はミクシルの提供でお送りいたします。いつも幸せにリクシル。皆さんこんにちは、内田篤人の SD。 もう一回いいですか、ごめんなさい。 やだ、ちょっと本当に今日緊張してて。もう一回行かせてもらっていいですか？行かなくてもいいし、もう一回行きますね。今度は決めます、はい、ちゃんと決めます。どうぞ。内田篤人の SDGs スクール、今回はスポーツシリーズ野球編をお届けします。進行を務めます上田麻理恵です。どうぞよろしくお願いします。なかったことになってますね。いや、はい、大変よく言えました大変よく言えましたですね。よくできました。よくできました。お二人にお会いしてみたかったんですよ。そうなんですか。アントラーズがすごく好きだったんです、子供の時に。言う人多いですよね。多い。で、鹿島に練習をしょっちゅう見に行ってました、社会人になってから。それはちょっと、はい、練習を見に来る人はちょっと本当ですね。本当、うん、だからそうやってアントラーズファンっていう人はまあまあいるけど、会いたい方ですっていう人もいっぱいいる、うん、大体嘘。来る人はね。そう、来る人はさすがですね。なんか好きな選手とかいたんですか？やはりですね、鳥取県出身なので。鳥取って誰がいたっけ？いた。中田さんの時にはちょっと見には行ってないんですけども。来てなかった。来てなかった。鳥取県出身で、中田さんが鳥取の小学校と中学校ご出身なんですよね。はい、高校になった時にその学区の子たちも一緒だったんですけど、すっごく自慢されました。いやもう、そうなんや。うち中田浩二のもうちょっと出身校だからみたいなっていう感じのぐらい、もうすごく、はい。ありがとうございます。いいの、この人をこんなに差し置いてこんなに喋ってていいの？確かに。すいません川崎さん。すごく楽しい。もうめちゃくちゃいい。大好き。ご紹介すればよかったですね。川崎宗則さんです。よろしくお願いします。川崎宗則さんは福岡ソフトバンクホークスやメジャーリーグで活躍され、2006年の WBC 第1回大会、そして2009年の第2回大会で日本の優勝に大きく貢献。現在は独立リーグルートイン BC リーグの栃木ゴールデンブレイブスでプレーしています。僕ね、鹿島アントラーズファンなんですよ。だからメガネ赤いんですね。今日赤で着てる。靴もほら赤い赤い。今日アントラーズ結構意識してきてるんですよ。面識は？いや、初めましてですね。初めましてです、はい、そうなんです。なんか意外です。もうなんかいろんな番組でご一緒してるのかと思ってました。いやいや、初めてなんだから、もうぜひこのオファー来た時に絶対行かせてくれと。で、練習日だったんだけど今日練習は今シーズン中じゃないですか。シーズン中で今日もう朝練アーリーワークで、あー、うん、この日のために速攻新幹線で来ました。栃木から。はい、いやもう嬉しいです。今日はいろいろと本当すいません、よろしくお願いします。僕もね、ちょっと野球界にいろいろ言いたいことたくさんあるんです。ありがとうございます。ぜひぜひ内田さんも言ってください。なかなか野球界の方とサッカー界の方がこう喋ってること、まああと議論を戦わせる機会ってなかなか見ないじゃないですか。聞いてみたいことたくさんあるんですよ、はい、野球選手その辺で飲んでるよっていうのは聞いたことあるんですよ。どこどこのカラオケにいるよっていうのはしょっちゅう入ってくるんですけど、今回は WBC で日本中が沸いた野球について取り上げていきます。これまでスポーツのテーマでは SDGs17 項目の3番、すべての人に健康と福祉をなどを中心に学んできましたが、スポーツの世界では国籍や年齢などに関わらず平等にチャンスが与えられるように変わってきていて、10番の人や国の不平等をなくそうにも当てはまります。まあまずはね、野球といえば WBC がありました。川崎さんもね、連日ね、いろんな番組で解説してらっしゃいましたけれども、お二人は WBC ご覧になってましたか？僕は
ちょっとウズベキスタンにおりまして、20歳以下の日本代表の選手たちとアジアの大会を戦っていて、ちょうど被ってたんで、ヤフーでしか見てないです。あ、勝った負けたしか、だからこういうのとかも俺全然知らなかった。あ、ペッパーミルパフォーマンス見てない。若い選手がなんか写真撮るときにこうやってやってて、あ、日本は今これが流行ってんだって思ったら野球でした。うん、温度感はどんな風に伝わってました？いや、日本帰ってからの方がすごかったですよ。どう、もうずっとテレビでやってるから、うん、あとハイライトでこう打つところとか、うんうん、ぐるぐる回るの早いのとか、うん、なんかそういうのを見てました。ぐるぐる回る、あ、分かる分かる、言ってること分かる、分かる分かる分かる、シュート選手ぐるぐる回る、そうね、そうね、さすが内川選手、さすがプレースタイルが似てるんです。やっぱやっぱ早く気になるんですね、サイドから行くんで、やっぱそこが気になるところです。中田さんいかがですか？僕見てました。ほうっていうのも、だからうちの妻普段見ないんです野球、でもずっと見てたんで。普段見ない人も見るもんね、あれは。確かに、そう、だから本当見てましたね。プロの人が見たら違うんですか、僕らが見る、あ、ここすごかったなっていうところと、あ、ここが本当はポイントなんだよねみたいなの。まあ試合を、まあ、3時間なんですけど、はい、まあ、めくればありますけど、大体でも一緒ですよ。そのポイントになるとこ、皆さんわーっていうところはやっぱそれですよね。あ、やっぱメインディッシュはやっぱり一緒なんです。見方としてはいいんですね。僕あんまり分かんないんですけど、なんか見てそういう見方でいいんですね。いや、もう本当そういう見方で本当にいいです。もうわーでいいです。よかった、メインディッシュ。そんな普段野球を見ない人も熱中した WBC、 ズバリ優勝の要因は何だったのでしょうか？何でしょうか、川崎さん。今回の WBC 日本代表が優勝したその要因。もう要因はですね、まずは、まあ、今回日本のメンバーは非常に良かったですよ。メジャーリーガー連れて、それはもう栗山監督が、もう何よりも一番良かったのはダルビッシュを連れてきたことですよ。あ、ここに尽きるんですよ。大谷翔平もすごいです。翔平が来たことはすごく翔平さんのおかげでもあるかもしれないけど、2月16日のキャンプからダルビッシュ君が参加し、ダルビッシュ君がやっぱり若い選手といろんなことを話して、しかも今回ボールが違うんです、野球で。野球はやっぱりかかり方が違うんですよね、指のかかり方。でもそれの工夫をしないといけないんですよ。その工夫の期間が必要なんです、それがキャンプ。その時にやっぱダルビッシュ君が来ていろんなことを選手にアドバイスしたんです。こういうやり方がいいよとか。そもそもダルビッシュ選手は来れないですか、本当なら。そうですね、本当だったら、あの、球団としては来てほしくない、もし怪我したら責任が取れないのでっていう契約期間っていうのがあって、3月からじゃないと日本代表参加できないっていうのがメジャーリーグの一応契約期間なんです。ただそれをダルビッシュ君はいやいや今回は行かせてくれと、試合では投げないからとっていうことで、サンディエゴのそのパドレスの球団と交渉しまして来てくれたんですよ。わざわざ、ゆうくん、ほんまありがとう。なかなか今までメジャーリーガーの選手が国際試合、そのまあ WBC だったりとかで、あの、入ったばっかりの選手だとやっぱりチーム優先になるから、じゃあ WBC は辞退しよう とか、そういう辞退されてる方も結構多かったですもんね、契約が、はい、日本の選手でもはっきりしてるんですよね。はあ、そこがまたサッカーと違うところかもしれないですね。やっぱりサッカーの場合はワールドカップに出たいっていうふうに卒業文集で書くんですよ、みんな。あのカプセルにピョンと入れるんですよ。だからやっぱりもし選ばれたら嬉しいんですよ、絶対行くよって。で、僕はやっぱ野球選手になりたいと思ってカプセル入れたんだけど、プロ野球球団に入れたい、ワールドベースボールクラシックに出たいと思ってないもん。ここの差す、このモチベの差す、それって大事だと思うんですよ。子供たちがどうなってるかですね。そう、今の子供たちがやっぱり今回村上選手聞いてもね、誰に聞いても、いや僕は子供の時見てました、出たいです、出たかったんですっていう、っていう人たちはやっぱ出たいです。でもそうじゃない人たちっていうのはあんまりそのそこを断る理由にもなるかもしれない、シーズンが優先ですと、っていうこともありますね。 WBC といえばやはり欠かせないのが大会 MVP にも輝いた大谷翔平選手。内田君たちが持つ大谷選手の印象は？今回の WBC で、はい、まあ、大谷選手改めて、ね、すごく連日、うん、今ももうずっとニュースが、ね、されていたり、もうあの化粧品のポスターもそうですし、すごいじゃないですか。どう感じますか、ああいう野球界のスター、どうご覧になりますか？なんかサッカー界では生まれんのかな、うん、本当世界のトップのトップに行かないと、まあ、例えばレアルとかバルサとか、うん、もうそういう世界でやってるから、大谷さんは、うん、サッカー界から出すならもう本当にそういうクラブに行っていくしかないだろうな、うん、あとはもう体もそうだし、うん、なんかもうずるいよ。
いやすごいずるいずるい、うん、ずるい。でもねお二人もまさに人気が高くてもうみんなが知っててっていう選手。いやでも大谷さんだからもうメジャーの中でもトップじゃないですか。でまずサッカー選手そこまでね、うん、まあヨーロッパの中でアメリカの中で上の上って言うとなかなかね難しいかな。で実際結果も出すし、うん、何がすごいのって言われたら俺はそんな野球のこと分かんないですけど、うん、なんかすごいよね、うん、でもだからなんだろうな。でちゃんと大事なところで打つし大事なところで抑えるじゃないですか。だからまあ普通打って投げてっていうのはなかなか二刀流っていないじゃないですか。それもちゃんとやるしできるしで、まあ、最後やっぱ持っていくんだなって思うとスターなんだね。スターなんだなっていうのは感じますよね。そういう二刀流みたいなサッカーで置き換えるとどういうことなんでしょうね。キーパーやってフォワードやってみたいな。そういうことでしょ。すごいですよ。無理だね。無理無理だね。指示回るでも無理か。ちょっとちょい古いですよねチョイスがね。大谷選手をはじめメジャーリーガーたちの活躍が光った今回の WBC、 果たして彼らがチームにもたらしたものとは。今回 の、はあ、あの WBC ってヌートバー選手が逆にアメリカからいらっしゃったわけじゃないですか。日本のチームに海外の空気感ってすごくいいんですよ。日本の選手はどっちかシリアスっていうかも勝たないといけない勝たないとかっていうのが多いんですよ、うん、だけどヌートバー選手は大谷選手とか来てベンチ来てもういや楽しまないといけない、うん、まずこの空気感っていうのをアメリカの選手たちは知ってるんで、うん、そこが空気感が今年本当に良かったんですよ。だそれがペッパーミルパフォーマンスにつながったりとかベンチで笑ったり今までだったらないですよ、うん、そういうのは。でもそれをヌートバー選手大谷選手海外でやってる選手たちがいいんだってベンチの中は、うん、楽しんでと、うん、そのプレイハードって激しくプレイはしよう、うん、このプレイハードっていうのがキーポイントで、うん、激しくプレイするためにオンとオフをちゃんと使いましょうって。今回2023年の本当にチームはそうでしたね、うん、日本代表は。すごいねこんなん聞かなきゃ分かんなかったわ、ねうん、そんなすげえ。さらにこんな話題も。どうでしょう WBC、まあ、川崎さんはどうですか、うん、ここまでこう日本中が盛り上がったことに対してはどう。いやこれはですねやっぱりサッカーですよ前の。あーワールドカップ。いやワールドカップって野球界の方結構気にしてましたよね。もう大好きなんですよ、はい、全試合見たす全試合見て朝からとにかく今回森保ジャパンのこのサッカーどういう作戦で来るか今回これで来たかとこのすごいななんか見方が朝からもう子供たちも叩き起こして絶対見ないでくれって見ましたね。次回の SDGs スクールは収入が引き続き川崎宗則さんと野球をテーマにスペシャルトーク。そんなやることありますか。ないんですさらに内田くんが野球界に物申す。普段聞けない野球界の疑問に川崎さんが胸リン節全開で答えます。飽きるんすよねそれでは皆さん YouTube チャンネルの登録とグッドボタンをお願いします。